いやもうちょっとやっぱアホなんだなって分かってる、うん、自分もさ親になれんかったよ、こんな世の中じゃね、こんな世の中で子供とかで作ったら大変だ、育てられない、はっきり言うとあまりにもみんながアホすぎてできない、あの小学生よりもひどいわ、はっきり言うとな、うん、で大阪の高槻の人で、あのニュース出てたんだけど、高槻の子はマスクをしてあのマラソン大会走ってて亡くなったんだよね。酸素不足になるからさ倒れるよねと思ったけど、あの2022年だったと思うんだけどね。だからみんな忘れてるでしょ結局ね。それでもみんな学校行ってんじゃん、意味わかんないよね。でこういう制度までして学校に行ってたんじゃん、あの授業中にこんな制度して授業受けてたって息苦しいよ、はっきり言うと。どうしてこんなことまでして学校に行くんだろうと思ったね、うん、で会話をしちゃいけないとかさ、今も列車の中で会話しちゃいけないとか、バカな放送流れてんじゃん、おかしいよなと思ってね、うん、ねえ、まあみんなおかしいんや、学校に学校のさこれに制度してまで学校行く必要ないし、今も列車の中で喋っちゃいけないとか流れてる時点でもう終わってるんだよね、それでアホなんじゃないと思ってるね、うん、あのなんか広がるから黙っててくれて、それは嘘がバレるから黙っててほしいというわけないでしょ、嘘がバレるから黙っとけっていうわけでしょ、うん、なんかあのなんだそういう距離を取りなさいとかね、あったじゃない、なんだっけそういうのあったよね、うん、あの東京のあのクソババアが言ったじゃん、東京ババアがソーシャルディスタンスとかバカみたいに言ったけど、こんなことしてまで学校に行くみんなも悪いんだよ、こんなことされてまでなんで学校に行くの、みんな頭おかしいんじゃない、生徒もおかしいけど親もおかしいよね、こんなことしてまで学校に行ったりしなきゃいけなかったねえ、高弘さんこんにちは、うん、マスクしてまで学校に行く必要ないし、こんなことしてまで学校に行く必要ないよねって言ってるわけよね、私はこんにちはって言ったけど、うん、だからみんなおかしいんよ。で高槻の子はさっきも言ったけど、マスクしてマラソン大会出たから倒れたんだよね、で亡くなったんで子供がね、2022年、だから親もバカだけど子もバカなんで、子もバカってちょっとおかしい、子は学校行かなきゃよかったんだよね、不登校が正解だわ、はっきり言うと、うん、ね、マスクしてまで行く必要ないし、こんなことしてまで学校行く必要ない、あの倒れる、で自転車乗っててまでこれをしてる人おるじゃない、頭おかしいんじゃないと思うよね、マスクして自転車乗って倒れるよ、はっきり言うけどね、あの酸素不足になるんだよね、うん、なんで酸素不足になってまで学校行くのか分かんないんだよね、確か、うん、でさっきも言ったけど、頭のここにピッてしたら消化体が潰れたんだよね、消化体が潰すためにここに頭に体温計当てたんだよ、だからみんなもちょっとね考えてほしいね、うん、あれが政府かいてもらうけどね、あれが国かいてもらうけどね、日銀に野望があるんだよね、もうそれ時点で株式会社じゃんって言うわけよね、いやそう、まあみんな気づかんからね、また別のやり方でやろうと思いますよ、うん、情けない、情けないよね本当に、まあ腕にこれをしてまでいかないということ一つ、腕に絶対これをしたいか、うん、接種してまで定期接種まで何もしないでください、あのいろんなやつが厚生労働省がどうせこんなことせえでこんなことせえって言うでしょ、ニュースでバカなことばっか言うけど、だってそこまでして会社も潰れたらいいじゃん、そうやったらな、あのこれをした分だけね、あの従業員の人これした分だけ会社お金もらってたんよ、はっきり言うと、人が犠牲になればこれをさせるわ、それでみんな会社に行くわ、意味わかんないんだよね私は、うん、なんで2021年にあれしてまで会社にみんな行ってるんだろうと思うね、うん、まあ別にそれはそれでいいんだよって、でもちょっと話は何のことかさっぱ分かんなかったけど、まあ、呪われた第4と4病とお化け屋敷の動画見たらこう、ああそうことかね、私あのあれ昔の何だったっけ、あのバイオハザードを作ろうとしてるなと思ったのね、バイオハザードは将来の警告だと思ったんだよね、将来なんかするだろうと思ったわけ、
2016年とか映画でさ、バイオハザードやってたでしょ、ゲームとか。だから人間にもそうするつもりでバイオハザード。